茨城県つくば市、教会が難民申請者に宿泊の場を提供しています。さまざまな国籍の6人が暮らしています。ここでいい？どうなんで、こっち向こうで、どこなんて聞いて。だからどうは、いや、ここ悪くはないけどね。小石が当たってるんじゃない。修理は自分たちで。宿泊者はわずかな持ち金で最低限の光熱費などを賄っています。しかし食費はままなりません。全然足りてないですよ。本当に彼らに申し訳ないですよ。そういう気持ちはありますよ、うん、全然足らない。みんな仮放免で一時的に収容を解かれた立場。不法滞在扱いなので働けず、お金はありません。一日中テレビを見たり勉強をして過ごしています。収容中にストレスが原因で体調を崩し、仮放免となる人が後を絶ちません。表に出てからも生活の不安、そして月に一度の出頭日が大きなストレスになっています。ミルトンさんは不眠症に悩んでいました。彼は難民申請が却下されて異議申し立て中。すでに1年半収容されていましたが、再度却下されると改めて捕まる可能性があります。こういうことはすごい恥ずかしい。この生活を今ミルトンさんの出頭です。入管は仮放免中の人に出頭を要請し、逃亡していないことを確認しています。ビザの延長などさまざまな業務で日中は外国人でごった返す東京入国管理局。その8階から上は最大900人の収容施設です。前触れもなく出頭日に捕まることがあります。トイレと洗面台がある部屋に麻薬、窃盗などで捕まった人と不法滞在者が共に収容されます。電気は朝7時に点灯、9時に点呼、食事は扉脇の配膳口から弁当箱とパックの味噌汁。これは強制退去の準備です。通常は1週間から2ヶ月で強制送還されるところ、難民申請者は長期間収容される傾向があります。3年以上収容されていた人もいます。法律上期限の上限はなく、事前通知の必要もないのです。精神的に追い込まれていきます。体調を崩せば仮放免が認められ、回復すれば再度収容されるといいます。その繰り返しなのです。ミルトンさんが出てきました。今月は仮放免が延長されたということです。いや、今日は終わりました。出てくると真っ先にメールを打ちます。連絡を待つ仲間がいます。よかった。
10時48分ね。やがった。東京に来ると必ず寄る場所があります。オフィスみたいな。はい、寝かえていく。それはそのまま大丈夫。¿Cómo está, hermana? ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿y a ti? Gracias a Dios, bien. Acabo de salir de inmigración. Pues estás en Violencho. Ah, y un par de quedó. Y más yo no hay quedó. Ah, ahí. Samane.賞味期限が近くなり売れ残った食材が彼らの命をつないでいました。なんか物あげるのは簡単なんですけども、彼らが自分たちでこの社会に生きていくようになる仕組み、例えば働だから支援もらえなかったらやっぱ働くしかないんだけど、働く許可がもらえない。難民を受け入れるっていうか、世界の現状、世界とともに歩む日本の体制が全然できてない。ミルトンさんの難民申請書の一文。どうぞ私の命を守ってください。些細な命かもしれませんが、私にとっては唯一の命です。